BMP-2 はソビエト連邦の不評戦闘車。1960年代にアイフフの基礎を築いた BMP-1 の改良型で戦闘能力の向上を図っている。1970年代から開発が行われ、1980年もしくは1982年に採用、20カ国以上に配備された。BMP-1 によく似ているが、 砲塔が大型化しているのが特徴で、主武装に、初期は 30mm 機関砲に A42 と、半自動優先誘導式の QM111、ファゴット対戦車ミサイル、後期には 30mm 機関砲と、半自動優先誘導式の QM113、コンクールスが採用されている。機関砲は、軸安定装置と2系統の球弾装置を備える。弾薬には、鉄鋼弾、 栄光榴弾、通常榴弾の3種類があり、車両だけではなく、ヘリコプターなどの航空機も攻撃でき、発射速度は200から300発、500発、分を選択できる。その他、防御のために円幕発射装置を取り付けることもできる。乗員は3名で、7名の兵員を輸送することができる。6名の兵士は、後部の兵員室に登場する構造で、3人掛けの 座席2列に背中合わせに座る。残る1名は、砲塔の左前、操縦士の後ろの座席に登場する。ここは本来は、分隊長の席だったが、後部兵員室と隔離されており、兵士たちを指揮するのに不便なことから、分隊長は後部兵員室に座り、前席には、機関銃手などが座るケースが多くなった。この点に関しては、 後部兵員室に下車戦闘班8名全員が登場できる BMP-1 よりも劣っている。一方、乗員3名はそれぞれ操縦士と砲塔に乗る砲手及び社長で、砲塔に砲手だけが乗る BMP-1 とは構造が異なっている。社長が砲手と共に砲塔に乗ることで全州司会を得られるようになり、また戦闘時に砲手と意思疎通しやすくなったのは、 大きな進歩である。近代化型の砲塔には、2連装 QM113 対戦車ミサイルのランチャーが、両側面に搭載され、計4発の QM113 対戦車ミサイルを装備している。エンジンなどを含め車体は、BMP-1 と似通っているため、航続距離などの変化は、ほとんどなく、重量増加のため一時期水上航行機能は、取り外されたがほどなく復活し、 BMP-1 と同じく水陸両用で走ることができるようになった。後継者と目される BMP-3 の国内生産数がさほど多くなく、相当数の BMP-2 がロシア陸軍に存在しているが、将来次世代の不評戦闘車によって更新されるまでは、この車種が近代化改修を施されながら、主力不評戦闘車として、 ロシア陸軍を支えていくことになるだろう。採用国、ありがとうございます。